タビラは大西洋に注ぐジラオン川の河口にあるポルトガルの都市である。ファール県に所属する。スペインとの国境まで約1 7トルである。タビラの町の起源は、起源前1000年から800年頃の同期時代にまで遡る。起源前8世紀にはフェニキア人の居住が確認されている。タビラはフェニキア人のイベリア半島西部における港町の一つとして、 機能していた。フェニキア人は、城壁を備えた町を建設し、少なくとも、二つの神殿と二つの不等がたは、備わっていたとされる。紀元前6世紀になると、何らかの紛争によってタビラの町は破壊されてしまった。タビラの名前の由来は、フェニキア人の神であるバールから来ている。タルテッソス王国の時代になり、再び、放棄されていた町であったタビラは、 港町としての機能を回復する。しかし、紀元前4世紀頃には再び、港町の機能は失われてしまった。タビラが再三、港町の機能を回復するには、セロ・ドゥ・カブコと呼ばれる、タビラ近郊の要塞がアウグストスによって占拠されるまで待たなければいけなくなった。ガイウス・ユリウス・カイサルの時代になるとタビラから7キロメートル離れたバルサと呼ばれる場所に新しい港が、 建設された。バルサは、タビラよりも繁栄を極めた。また、ジラオン側には、橋が架けられた。この橋は、17世紀に修復され、現存する。しかし、8世紀、ムーア人がイベリア半島を征服するとそのバルサは、消滅してしまった。タビラは、8世紀から13世紀にかけて、ムーア人の支配を受けた。その結果、この地域には、農業、 建築、文化などに、ムーア人の影響が色濃く残った。今日の扉においては、ムーア様式はドアや屋根に残っている。また、ムーア人は、二つのモスクと宮殿を扉に建設した。加えて、ローマ人の橋と呼ばれる七本のアーチ橋は、現在の考古学的調査によって、12世紀に建設されたものとされている。ムーア人の時代は、扉は、 船員や漁師にとって重要な重要な港が再興され、アルガルベ地方における中心として急速な経済発展を遂げた。1242年、ポルトガル王国の手にタビラが陥落した。その後、タビラには多くのキリスト教徒が移住することとなった。ありがとうございます。